また新しい新実況に入るんですけども、その前に3分だけお時間をください。この度は、私ただのレイのこのチャンネルの登録者様が50名様を超えました。皆さんありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。コメントとか高評価とかすべてコメントとか読ませていただいてまして、動画の励みになっております。でツイッターの方もフォロワー様が60名様と増えました。皆さん本当ありがとうございます。で今後もマイペースですが動画をちょこまかちょこまかと上げていきますので、もしお時間がありましたらぜひ見てくだされと嬉しいです。皆さんの視聴とコメントと高評価とチャンネル登録とツイッターフォローが私の、動画の励みになりますので、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあはい、1分半くらい早いけど、本題に入っていきます。で今回ですね、こちらツイッターの質問箱からいただきました。もう見るからにしてやばいんですけど、こちらラセンの宿というゲームを、フォロワーさんからリクエストいただなんか変わったいただきましたので、こちらをやっていきたいと思います。いやちょっと待って、なんか言ってきた、やめてやめて。でこちらはまずですね、ゲーム内には脅かし、恐怖演出に加えて暴力、流血表現も含まれてますので、苦手な方はご注意ください。ですのでホラー苦手な方はブラウザバックということで私もブラウザバックしたいんですけど心臓弱いんで、ですがまあリクエストなのでやります。でこちらは二次配布はやめてくださいと。で、いろいろと二次加工は気をつけてくださいと。で、これはまあ普通の配信なので生放送とかはやめてくださいっていうことなので、生放送には使いません。で、あとこちら。ででどん。追いかけられるシーンがあるそうです。かつ追いかけられてる際はセーブができないんだそうです。ねえ。これさ、私クリアできるかな。で、なんか赤い部屋はね、なんかね、なんでだかな、あ、物語をより深く楽しむためのゲームモードって書いてあるので、普通にやるのはこの最初から。というわけで、ちょうどね、はい、3分になったので、早速やっていきたいと思います。あー、怖い！もうやりたくないよ！はい。でね、左上になんか録画してるのとかもね、書かれてるから、わかりやすいよね。ありがとうございます。じゃ、読んできますね。子供の頃、考えた。命は消えると、どこへ行くのか。え、冥界？冥界？死後の世界？夜になると、心がざわついて、外へ飛び出した。なんで？それだけで、それだけで外飛び出すの、すごいね。街灯だけが照らす、夜道。夜道か。怖い気はしなかった。なんで、なんか音楽壮大なんだけど！死んだ姉さんが近くにいるような気がして、あ、お姉さん亡くなっちゃったの、いきなり。僕は姉さんと話がしたくて、お姉さん？お姉さんと、え？守護霊を選んでください。選んだ霊によって難易度が変わります。あ、そういうのあるんだ。え、なにこれ？赤色、虎、水色。え、ちょっとごめんなさい、説明読ませてください。どの守護霊を選ぶかによって、最初の所持品の数と体温低下に対する耐性が変わります。ほほ。体温が低下するのは序盤だけですが、所持品の数は難易度に影響するので、初めてゲームをプレイされる場合は条件が優位に設定されている赤色か虎がおすすめです。うーん、そっか。じゃあなんだろう、じゃあなぜか知らんが、これだけ虎っていう感じがあるから虎にしてみようかな。お、名前を入れてください。名前わかった。名前はね、私ただのレイと申しますので、イがあえてカタカナにしよう。あえてね。はい、おしまい。ただのレイです。え、なんか可愛いんだけど。なに？ただのレイ、ただのレイ、頑張れ、見守ってるぞ。ありがとう、なんか見守ってもらえた。イエーイ、なんか見守ってもらえた。これは私は動かしていいのでしょうか。あ、動いた。真ん中の子が動くかと思ったら、まさかの一番右側の子っていう。声かけてみよう。かわいい子ちゃんだ。大丈夫よね。道を間違ったなら来た道を引き返せばいいし。けど携帯が繋がらないのは少し心配かな。ここの雰囲気もちょっと怖いし。
なんか霧がね、すごいね。私、ホラー映画は好きだけど、相談みたいな現実の恐怖体験は絶対嫌。私だって嫌だよ。そうだ、ただのレイさんは知ってる？怖い体験をするのは嫌なのに、怖いものを求める人の心理、みんなわかりますかね？人間って恐怖を感じることで自分が生きてるってことをより強く実感できるらしいよ。私あんまり自分から怖いものに飛び込む人間ではないんだけどな。だから私みたいなホラー好きは生きることへの渇望みたいなものがあるのかもしれない。うわー、こういう風にさ、読み方振ってくれてるの本当ありがたい。もうね、漢字苦手な人には非常にお勉強になります。ありがとうございます。あくまでも安全が保障されてる状態でね。肌のレイさんはどう？この子はさくらちゃん、ユーマの妹で何度か会ったことがある。ユーマの妹、そもそもユーマが誰か知らん。この人は、だから前来た時はこの道で行けたんだってば。相談じゃないわよ。登山って読むのかな。ならともかく今は6月なんだから大事にはならないって。何よ、男のくせにギャーギャー騒いじゃってみっともない。いざとなったら携帯のつながるところまで引き返しておじさんたちに来てもらえばいいんだから。ん？ほら、ただのレイ、あんたもフラフラしないで何かいい案でも考えなさいよ。ったく、男どもは全然役に立たないんだから。こいつは葵、ユーマと同じく中学からの付き合い。ユーマって誰？頻繁にトラブルを起こす。ユーマって誰だ？ユーマの妹、ユーマの友達、てか全員でこれは遭難してんのかな？ザク、冗談じゃねえよ。遭難なんてシャレになんねえし。なあ、ただのレイ、サクラのやつさ、家に帰るとお前のことばっかり話してくるんだぜ。サクラ？どんな話だ？早く言え！早く言え！ただのレイってさ、絶対モテないよねってさ。なあ！なんですか？そんなことねえぞ。そんなことあるかもしれんけど。今までのお付き合いとかそんなないけどさ。口数少ねえしさ、ぼんやりしてるし、そういうの女子的には候補から外れるらしいんだと。あ、俺設定か、俺。あ、じゃあちょっと何、男っぽく喋った方がいいのかな。じゃあちょっと男っぽく喋る。あ、何を期待してたんだよ。そんな顔すんなよ。いや、あ、待てよ。けど真の強さを感じるとか、そんなことも話してたような。お、俺強い？ま、どうでもいい話だよな。今はそれどころじゃねえし。あ、こいつがユーマか。こいつはユーマ。中学からの付き合いでよく一緒に遊ぶ。じゃあちょっと女子恋した男の子って感じで、男の娘的なパティーンでやってきますね。こいつ男？女？わかんないな。ちょっと普通に読もう。え、ここはどこかって？あ、ちょっと、え？いやだな。僕らは葵さんの親戚が経営してるペンションに向かう途中で道に迷っちゃったんじゃないか。あ、そうだったの。葵さんが近道があるって言うからついて行ったけど、山は基本的に正規ルートを外れるものじゃないよね。そうだね。遭難しちゃうからね。富士樹海だっけとかに入っちゃったら、なんか終わりだって聞くしね。なんかさ、左上のさ、60、59がすっげえ怖いんだけど。こいつはかける。高校に入ってから知り合った友人。あ、じゃあここは全員高校生で、ここが同、ゆうまくんが同級生。で、この子誰だっけ？この子誰だ？こいつは？葵ちゃん。葵ちゃんで、付き合ってたんだっけ？で、この子が、このゆうまくんの妹で、オッケー、了解でーす。で、これは？お？どういう声でいこうかな？記録しておこうか。こういう、これでいこうかな。生徒手帳を取り出した。お、生徒手帳でこうやってセーブできるんだ。ねえねえ、顔沈んでない？ねえ、顔沈んでるよ。これ危なくない？ねえ、危ないと思わへん、これ。ねえ、暗いよ、大丈夫？まあまあまあ、行きましょう。ん？ふらふらしてると葵が荒れる。ふらふらしてないよ。え、なんか顔やばくない？どんな話だ？これも一緒か。あれ、これも一緒だ。え、なに？どうすればいいの？ん？え、どうすればいいの？僕わかんない。これは？言っちゃダメ？お！
奥へ続く道を見つけた。あ、じゃあみんなに、みんな奥にね、奥に道が続いてるよ。あれみんなの元に、あ、戻れた。みんな奥に道があるよ。あ、奥に道が、いやー、しかし引き返した方がいいんじゃねえの。え、そう？そう思う？奥に道が続いてるって、ほーら、やっぱりこの道で当てたじゃん。大丈夫かよ、引き返した方がいいんじゃねえの。大丈夫に決まってるでしょ。はい、みんな注目、この子テンション高いな。やっぱり私が正解でした。これからテンションに向かって出発します。みんなごちゃごちゃ言って私の足を引っ張らないようにね。なんか嫌い。あ、降ってきた。テンションまでもっと降ったりよ。これじゃあ着くまでにびしょ濡れになるぜ。近いなら走ろうぜ。こんな山道で走ると危ないよ。だったら転ばないように走ろうぜ。ただのね、はぐれるなよ。はぐれないよ。わ、これあれや、なんか入り口であったな。え、怖いよ。葵のおじさんが経営してるペンションって聞いてたよりずいぶんボロいな。この人たち初めて行くの？葵のおじさんとこ。ここおじさんのペンションじゃない。はあ、だったらここはどこだってんだよ。民宿っぽくない？おかしいわね、こんなところに民宿なんてあるはずないのに。じゃあ引き返そうぜ。とりあえず入ろうよ。電話を借りて葵さんのおじさんたちに来てもらえばいいんじゃないか。まあ確かにそうだけど、でもさ、そういうさ、危ないとこに入らない方がいいと思うんだけどな。え、これ誰の声だ？すいません、私たち見知れ迷っちゃって電話をお借りしたいんですけど。こっから僕が？誰もいないのかしら。しょうがねえ、上がってみようぜ。やむを得ないな。突然、頭に鈍痛が走った。どうしたの、ただのレイ。ただのレイ、聞こえるか、お前さんに気をつけに。姉さん?ただのレイさん、大丈夫？頭が痛むの？こんなところで立ち往生じゃ気分も悪くなるぜ。電話を借りてさっさと出ようぜ。そうだね。すいませんが、お邪魔します。あー、こっから動かすので、パンフレットを手に入れた。パンフレット。青白く光る書冊子。一体誰が書き記したものだろうか。誰だろう。ねえ、私さ、なんかすっごいさ、これ、なんか顔沈んでる？大丈夫？死んじゃうんじゃねえの？とりあえずお邪魔します。あれ？いけない。あ、いけた。管理室？管理者室だろうか。管理者室って言うの？鍵がかかっている。奥は？うわぁ！ねえ、もう仲間先に行ってるから行ってるって言ってくれよ。何？中は空だ。掃除をした後なのか、清潔な印象を受ける。衣類のかかってないハンガーが並んでいる。うん。もうびっくりしちゃった。あ、記録。します。こんにちは。ねえ、前からずっと思ってたんだけどさ、どうしてそんなに無言が多いの？僕は美徳だから。あ、そういうこと。そういう生き方なわけね。うん、納得した。勝手に納得された。大丈夫か？ただのレイ。しかし、薄気味悪い民宿だな。これじゃ客は来ねえだろ。見た目なんか綺麗だけどね。ん？ああ、さくらなら電話が見つからねえからって一人で奥へ行ったぜ。あいつ怖がりなくせに、もしかすると体調が悪そうだったお前のことが心配だったからかもしんねえけど、時々思うんだよ、女はすげえって。さくらもだけど、女は普段ビクビクしててもいざとなったら腹をくくるだろ。お前の姉ちゃんも。ああ、悪い。余計なことだったな。え、何お姉ちゃん。顔がやばいよ。どうしたの？主人公。ただのレイの亡くなった姉ちゃん。子供の頃、お前が川で溺れるのを見て、助けようと川に飛び込んだんだろう。一緒に溺れた。
けど姉ちゃん、まだ小学生だったんだろ？すげえよな。そうだったんだ、すごいね。女ってさ、男に比べるとずっと早くから自分にとって必要なものを理解してるような気がする。そうなの？さくらを見てると時々そう思う。って、関係ねえ話だったな。つか、かけるはどこ行ったんだ？いつの間にかいなくなってるし。うわ、これね、だいたいさ、ホラーあるあるってさ、一人に立った瞬間、なんか死んじゃうフラグなんだよね。引っかいたような後、怖いよー！なになに、毒ガスで苦しんだとか？テレビはつかないようだ。じゃあ電気は通ってないのかな？ゴミ箱は空だ。トイレタイム。怖いよ、なんでここでいきなり BGM が止まるの？やっほー、タイルが割れてる。なんでここだけ開いてるの？トイレブラシが無造作に転がってる。お邪魔しまーす。いやーえ、ちょっと待って、やめてやめてやめて、やーあーあーあーなんだ、今の薄気味悪い女の声だ。歓喜の笑いのようにも聞こえた。こんな感じ。ようこそ、ようこそみたいな感じなのかな。ウェルカムウェルカムみたいな。ねえ、やめよう、そういうのね。こういうとこね、なんか とにかく調べまくるの勇敢だと思いません？怖いの嫌いなくせしてね。タオルを使って体を拭きますか。ねえねえ、勝手にしまんないで。体温が36度まで戻ります。一度飲みしようか。やめときます。なんで体温下がるの？いつ体温下がるの？ん？螺旋の宿の歩き方。あ、これ読んどこ。今更っていう。あ、すごい、これはありがたいぞ。見よう。声が、序盤は生命力に気を配る必要はないが、体温には注意が必要だ。マップの移動を繰り返していると、割合として、ビビたるものだが、やがて体温が下がってしまう。体温が31度まで下がってしまうと記録を取ることができなくなり、さらに30度まで下がった状態で移動を繰り返していると死を迎えることになる。え、やばいじゃん。体温はタオルで体を拭うことによって元に戻るが、回数制限あり、放置しておくとどんどん下がっていく。たまにはメニュー画面で確認した方がいいだろう。体温が減少するのは序盤のみなので、中盤以降は生命力の方に気を配ることになるはずだ。そうなんだ。こまめに記録しよう。とにかく記録をこまめに取ることだ。それを怠ると、取り返しのつかないことになる。なになに？君が強い加護を得ているなら、光る紙切れは十分にあるはずだ。あまり温存する必要もないだろう。しかし、どうしても足りなくなった場合は、特資格店にて本館1階のトイレに行くといいだろう。ここ？ここかな？違う？運が良ければ私に会える。私が光る紙切れを渡そう。運が悪ければ。なに？怖いよ。逃亡中のメッセージに注意。なになに？逃げている。に、ほらーねー、みんなさ、見てください。逃走中ですよ、逃走中。ハンターが追っかけてくるんですよ。逃げている最中。メッセージが流れることがある。基本的には、あれの動きも止まるが、その時間は短い。メッセージ？メッセージを確認したら、すぐに動き出すことが、寛容だろう。例外的にあれの動きが止まらない場合もあるから、人に話しかけるときはよくよく注意した方がいい。そうなの？わかりました。蜂に刺されたら、蜂に刺されることあんの？蜂に刺されても慌ててはいけない。蜂毒によって生命力が1になっても、毒そのもので死ぬことはないのだから。あー、なるほどね。HP どんどん削れてっても、HP1 以降は削れないと。慌てずに毒を吸い出す吸引器を探そう。そんなのあんの？蜂に刺されたらとか怖っ。紫の地面、赤い床に注意。紫の地面があるマップに長くいると、ごく稀に凄まじい速度であれがやってく。紫の地面があるマップに長くいると、ごく稀に凄まじい速度であれがやってくる。マップには長くとどまらない方がいいだろう。怖っ。また、幾何学模様の赤い床にも注意が必要だ。何かが飛んでくる。ねえ、怖いよ。刃物の場合もあるし、束になった紙の場合もある。どういうこと？回避が難しい場合もあるから、事前に記録を書き留めておこう。ちなみに、赤い、床を作ったのは私だ。すべては私のためなのだよ。誰だよ！次、あれへの対策。あれに見つかった場合はひたすら逃げるしかないが、見つかっていない場合は、慎重にあれの動きを見極めることだ。あれってなんだろうね。直線上に立たなければ、あれは君を見つけられない。直線上、うん。その気になれば、あれの真横を通り過ぎることさえ可能だ。あ、そうなんだ。多分追いかけてくるやつのことだよね。了解です。
ちゃ、体温が下がっちゃ困るから。よくよくセーブしておきましょい。ここが生徒手帳があるんだよね。じゃあここで、読んだところで終わる。で、じゃあ今回はチュートリアルみたいな感じで、ここで一回終わらさせていただきます。怖い。ほんとね、私、逃走中嫌いなんだ。自分が逃げる側はね、特に幽霊的何かだったら。だけど、まあ、せっかくね、リクエストしていただいたものなので、恐怖を克服する意味でも、最後まで頑張っていきたいと思います。で、50名様もね、チャンネル登録してくれたから、ただの礼頑張ります。で、もし螺旋の宿を、プレイされてる方がいらっしゃいましたら、ヒントとか教えていただけると光栄です。はい、ではここで1回目を螺旋の宿は終了させていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。